千代丸先生が最近家を買ったと、はい、でそのどんな感じで家探しをしたのかみたいなのを、はい、インタビューしたいなというふうに思っています、はい、で今お子さんがお一人いらっしゃって、はい、夫婦共働きで都内通勤、はい、主人は割と都内に住みたい派だったって、はい、なるほど、都内に住みたい派だし、まあ、マンション派、うん、実はですけど、うんうん、どう都内のマンション中古も見てたけど、うん、それより全然安い値段で立派な戸建てが買えちゃうぞっていうことに主人も気づき、気づいちゃった。人のサポートってあればあれだけいいんですよ、うん、なるほど。だからお家からしても安心、そうですね、でここからしても安心、窓からしても安心みたいな、そうそうそう、なんだかんだ埼玉、なんだかんだ埼玉なんですよ、私。はい、住んで埼玉です。ですね、塩丸さんに来てもらって、いやなんかご存知みたいな感じ言っちゃったんですけど、塩丸先生が最近家を買ったと、はい、でそのどんな感じで家探しをしたのかみたいなのを、はい、インタビューしたいなというふうに思っています、はい、で簡単に僕がちょっと状況整理すると、東川口のご出身で、旦那さんは別の土地の出身、はい、もう九州、九州、はい、あ、じゃあ縁もゆかりもなくで、東京で出会って結ばれてお子さん授かってと、はいはい、で今お子さんがお一人いらっしゃって、はい、夫婦共働きで都内通勤という感じ、はいはい、その生まれるタイミングで、うん、実家の近くの方が便利だよねっていうので賃貸に引っ越したんですよ。あ、板橋から東川口の賃貸に引っ越したんだ。引っ越した。なるほどなるほど、うんうん、やっぱ実家のサポートっていうのも、はいはい、まあ必要だよねっていうので戻って、うんうん、なのでそこの時は全然家を買うのは一旦もうちょっと流れてた。ああ、そうなんだ、なるほどなるほど。で実際生まれてから、うんうん、やっぱり家買うみたいな話になって探し始めたのが、うん、なるほどね。去年の、うん、でもそれこそ秋冬じゃないですか。ああ、じゃあもうここ最近の話だね。そうです。だから買ったのが結局今年の年明け1月なんですけど、うん、はいはい、半年経たないぐらいで買った気がします。なるほどなるほど。じゃあ1年半前ぐらいにちょっと興味あってちょっと見に行ったりしたけど、それはあまり本格的ではなくて、本格的にガチで見始めてから半年かからないぐらいで買ったみたいな感じ。そうですね。ああ、なるほどなるほど。その時って東川口賃貸住んでたじゃないですか。やっぱ近辺で見たんですか、それとも都内も見たんですか。都内も見てました、ね、あ、そうなんだ。っていうのももともと主人は割と都内に住みたい派だったので、はい、なるほど、都内に住みたい派だし、まあ、マンション派、あ、実は、へえ、そうみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、どうそれが変わったんですよ。結局都内のマンション中古も見てたけど、うん、それより全然安い値段で立派な戸建てが買えちゃうぞっていうことに主人も気づき、気づいちゃった気づき、うん、やっぱり子供育てるのって、うん、人のサポートってあればあれだけいいんですよ、うん、なるほど。っていうのもあって住むなら埼玉じゃないみたいな。なるほどね、なるほど。なんだかんだ埼玉、なんだかんだというのがあるんですよ。ここ私見つけたんですけど、うん、なんだかんだなんだかんだ埼玉っていうので埼玉で探し始めました。なるほどね。だから僕東京都内で遅延なくて頼る人も近くいなくてやってる人たちいるじゃないですか、すげえなっていう。私の会社にも同じタイミングで出産した方、うん、ご両親ともに地方でっていう方いらっしゃるんですけど、うん、やっぱりあのシッターさんとか、うん、頼まざるを得ないっていう方は結構、うんうんうん、なるほどね。埼玉にこう頼れる人がいるなら、うん、まあ、頼って共働きっていうのは結構ベストチョイスに近いというか、本当にそうだと思います、うん、なるほどね。見たのはもちろん浦和海外も見ましたし、川口駅周辺も見ましたし、あ、うんうん、であとまあ埼玉高速道路の沿線っていうのを見た感じです。なるほどなるほど、うん、
やっぱりこう、なんで、いわゆる狭小住宅みたいな、狭めのはちょっと微妙だったんですか？そう、私、狭小住宅が個人的には好きじゃなくて。なるほど、なるほど。あとやっぱ3階建てになると、動線も結構大変だったりする。いちいち上がったり降りたりっていう。なので、狭小住むんだったらもうマンションか、戸建て、2階建てっていう。なるほど、なるほど。なるほどね。じゃあなんか例えば浦和駅前とか川口駅前のこうコンパクトで利便性を買うっていうよりはちょっとゆとりある方がいいなって思ったんだ。ね、だからもうそっちだったら完全マンション。ああ、そっちだったらもうマンション行くしっていう。うん、ですね、うん。なるほど、なるほど。まあその今回の家にこう決めた、まあいろんな要素揃ったと思うんですけど、決め手というか。決め手は、まず駅地か。ああ、立地ね。立地。と、まああと納得のいく間取りというか、中身、家の中身、この2点かな、まず最後に価格って感じですね。なるほど、なるほど。あとこれ一つ決め手、はいはい、エリアの決め手は、はい、やっぱ子供がいると、その子供の環境、学校の治安って言ったらですけど、がある程度分かるこう範囲、それこそ川口市内だったら、私も川口市で育ったんで、なんとなくここはああいう感じかなっていうのが割と目星がつきやすかったっていうのは、そういうことね、はい、そういう子供が育っていった時の進学先とかもそうです、ね、まあいいかなっていうふうに思ったんですね。なるほど、なるほど。じゃあまあ価格云々というよりもどっちかというと立地だったりとか、そうですね、うん、あのうち車を持ってないので、はいはいはい、基本的に今のところ車を持たない生活ができちゃってて、まあ、たまたま時々カーシェアっていう生活サイクルがもうできちゃってるので、やっぱ車持つって維持費もかかるし、結構かかりますよ、かかるなっていう、そこは節約したいなっていう思いがあって、じゃあカーシェア使うならどっちにしろ駅地かの土地っていうのと、まあ、最悪戸建てでも駅地かなら何かあった時に土地売れるよね。いや、マジでそれですね、それが割と夫婦の価値観で揃って、なるほど、なるほど。まずアクセス重視ですね、うんうん、で、まああのもちろん注文とかの選択肢なくはなかったんですけど、ただ2人とも働いてるし、2人ともそんなにこだわりがめちゃくちゃあるわけではない。家自体へのこだわりがそこまで強くはないっていう。やっぱ注文ってコンセント一つの位置から、いや本当そうっすね、決めなきゃいけなくて、そういうこだわりが正直2人とも割とめんどくさい。なるほど、なるほど。ある程度決まってた方がいい。とはいえ、まあ中身もペラペラっていうよりは、まあ若干ちょっといいものには住みたいみたいなところがあって、まあ、たまたまそれが合う物件が散布してたらこれから建つっていう場所に見つけて、なるほど、先行で問い合わせ、あ、先行で問い合わせて、だから出来上がる前に問い合わせをしててっていう、そうですね、今まさに出来上がっているような、そうです、そうです、最中、最中、なるほど、なるほど。じゃあもう出会ってからはここがいいかなっていうのでサクッと決めたんですかね。そうですね。なるほど。はい。両親は喜んでました。もういいんじゃない。そんなに喜ん、まあ何しに喜んでるか知れないですけど、まあ別にあそこならいいんじゃないみたいな。あまり位置もいいし。そうそうそう、ね。なるほどね。なんかね、越谷レイクタウンに家買った人から聞いたのが、両親が草加に住んでて、で、あの東京でに買う選択肢もあったらしくて、その人も練馬住んでても、で、両親は過干渉してこないから、あんまり家探しに言ってなかったけど、越谷レイクタウンの戸建て買ったわって言った瞬間にくっそ喜んで、あー、でもあるあるだと思う。って言ってました。なんか。うちも最初、その板橋のマンション見たって言った時は、なんか、高いんじゃないって言ってなかったら、なんだかんだ言ってた。はいはい、ところは、感じですね。だから内心嬉しいは嬉しいんでしょう。そうです、ね。近くにいてくれるっていうのは安心だし。だから、親からしても安心。そうですね。で、子からしても安心。窓からしても安心みたいなところ。それはあると思います。なるほど、なるほど。ちなみに、住宅ローンとか、そこら辺もスムーズに。そうですね。おお、はい。行って。はい。あとはじゃあ住むの待つのみ、そうですね、っていう感じ、はい、なるほど。
いや楽しみです。そうですね。まあなんかワクワクします。ああそうですよね。まあエリアは同じでも新生活になるとそうですね。そうですね。ありがとうございます。はい、じゃあもっといろいろ聞きたいですけど、一旦この動画この辺で、で多分あの塩丸先生住んでのメンターになる予定なので僕の中でなんで、もし川口を本格検討するみたいな人、塩丸メソッドが役に立つ可能性が高いので、まあ、よかったら依頼してみてください。そのページできたら概要欄も載せておくんで、はい、お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。